気使ってるね。こんにちは。こんにちは。中島設備の鈴木と申します。本日は田中さんにいろいろなロックの盗み方をやってもらおうと思います。では田中さんお願いします。中島設備の田中です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。左手に元ロープでこちらを結ぶ。この右左から右にかけて元ロープのところに小さい輪を作ってそう下から入れて。下元ロープの下を通して上に戻してこの小さい輪にかけて元ロープとこの輪の引っ張るでこれでもやい結びの完成です。このロープが今度は邪魔になる時があるんですね。その時は強化もやいって言いまして、あの手順は一緒なんですけど、まずは元ロープに輪を作って下から通して下から通してまた戻ってきて、この時にこれを引っ張ると普通のもやいなんですけど、強化もやいの場合はこれを下から絡めてこの輪にもう一度下のこの輪に戻します。でこれを引っ張ると今さっき出てたこの結びあの先っぽがこちらに出てここの輪がすっきりとして仕事がしやすい。これが強化もやい。素晴らしい。次は巻きもやい結びをやります。次にもうちょっと強度を出したいっていう時に、巻きもやいっていうのがありまして、この元ロープのここに輪を2つ作って重ねて同じくこれを手順は一緒です。下から通して元ロープの下を通して上に戻ってこの輪の中に入れてこれを引っ張るとこれで巻きもやいという強固になる。これで以上もやい結びの支柱なんかにあの結び目が欲しい時、その時に使うのがシベリアンヒッチ。まずこちらの元ロープを右から柱の方にかけて左手の手のひら上に置きます、はい、それを一周戻して、はい、左側に返します、はい、そう戻ってきたロープをこの指の輪の中に引き込んで引くだけです、はい、引くだけです。そしたらこれをただ柱の方に引いてあげるとここでシベリアン、はい、同じように輪が縮まってくるのでエヴァンスノットっていうのがあります。エヴァンスノットはこちらで戻る方向に指をやって2周回したこの輪のできた輪の中に やはり同じく引きとげで中に入れてあげてこれを引くと、でこれを引っ張るとこれでエヴァンスノットになります。これも同じくこれを引っ張れば一発で解除っていう、バタフライノットっていう、まあ、これ後でまたやりますけど、このロープの途中中間に輪っかを作りたい時、その時はここでまあ私が使ってもこの1周2周3周回して、まあ、この端のロープをここに真ん中に入れます。で真ん中からに今度左に寄せたロープを今度一番右に回して全体的な輪の中にこう入れて引き抜くとこれでこれがバタフライノットっていう、このいいところはどんなに力をこう入って引っ張ってもあとは解除がここを持ってこうやるとこれでまた一発で解除になるって。次がもやい結びよりもっと簡単なカルミックループっていうのをやります。お願いします。今度はこれを右から入れて左手に持って乗せます。でそれをまたも回して手のひらを返したところにこの末端のロープを引きとけで引っ張るとここに今さっきとちょっと今度はこれがもやい結びと同じように今度は輪はもうこの輪で固定したループができるっていう、でこれはもやいより簡単で手順が簡単です。もう一度やると入れて手のひらに
モトロープを乗せて一回転して手のひらを返して末端を引き解けで引き抜いてくるっていう、これだけです。でこれをまあこれは縮まんないですね。でこれでまたこれも引き解けでになってますから、これで一発で解除っていう。あ、これは比較的なんか一般の人でもいけそうな感じかもしれない。まあ一番ポピュラーのはモヤイなんですけど。ああそうなんですね、はい、あれを覚えちゃえばもう十分使います。なるほど、はい、はい。